ゼブロン・モンゴメリー・パイクは、アメリカ合衆国の軍人、探検家。コロラド州のパイクスピークの名は彼にちなむ。しばしば有名なルイス・クラーク探検隊と比較される、パイク体検隊は、ルイジアナ購入時のアメリカ南部の大部分を地図に、起こした。パイクは、ニュージャージン州ランバートンで生まれた。父親のゼブロン・パイクは、ジョージ・ワシントン将軍率いる、大陸軍の士官であり。 独立戦争の後はアメリカ陸軍で勤務した。パイク・ジュニアは当時のアメリカ国境である中西部の辺境、オハイオ及びイリノイで成長した。パイクは1794年に父親が指揮する連隊に士官候補生として加わり、1799年に少位に任官、同年後半には中位に昇進した。パイクは1801年に クラリッサ・ハーロー・ブラウンと結婚し、軍では国境において補給及び給与払い、担当として経歴を積み重ねた。1805年、ルイジアナ準州知事のジェームズ・ウィルキンソン将軍は、パイクに対してミシシッピ川の源流を調査するよう、命じた。調査が完了して帰還するとすぐに、アーカンザス川とレッド川の源流調査を命じられる。1806年7月15日、 セントルイスの近くで調査隊を編成したパイクは、フォートベルファウンテンから南西部に向けて出発した。パイクは、現在のその名を冠する、パイクスピークの山頂に達することはなかった。1806年11月に登頂を試みたものの、パイクスピーク南東のローザ山で、深い雪の中2日間食料なしで登頂し、最終的に断念した。ありがとうございます。